今からゆうが泊まっているお部屋のご紹介をしたいと思います。では向かいましょう。ゆうのところはレッドウィングのところにあるお部屋なんですが、9112のお部屋なのでそちらに移動します。レッドウィングとゴールドウィング、あとパープルウィングもあるんですけど、そうそうそう、結構広いんですよね、お部屋が。こんな感じで、お、あともうちょっとです。ここを左に曲がると、はい、911に着きました。まだまだあちらにはお部屋があるんですが、ここです、着きましたね。こんな感じで、ちょっと暗いですけど、ではお部屋の中に入ります。開けます。もっと暗いですね。ではつけます。はい、明るくなりました。中に入ります。はい、まずはバスルームですね。はい、お風呂に洗面台、広いですね。家の私物があるんですけどご了承ください。こんな感じで、でこの中を開けるとちゃんと、はい、歯ブラシだったりとか、櫛、爪磨き、あとは綿棒とか、ここには女性に嬉しい綿棒とか、あとはコットンとか、あと髪を祝える、ゴムとか、こういうのも入ってあります。はい、でこっちがシャワーですね。はい、こんな感じでこちらに行くと、ここは、はい、ウォシュレット付きのトイレですね。さすがです。ここを開けると、ここは、はい、まあ、アイロン台とアイロンが入ってあります。でここが、そうですね、バスローブだったりだとか、はい、ハンガーですね、クローゼットになってます。こんな感じで、ここは大きい全身鏡になります。リモートしますねこんな感じで大きい鏡になってます。大きい全身鏡ですね。大きいですよねあと、いろいろありますよ。ここミニバーになってて、オールフリーなんですよ。嬉しいですよね。普通はかかりますよねそう、持ち帰りも OK だし。ここがコップとかコーヒーとかティーとかね、ちゃんとこんな感じであります。こっちも開けるとワイングラスにちゃんとコップグラスもあったりだとか、ティーポットまで、はい、私ここにもなかったかな、うん、ここは引き出しですね。はい、であとは こっちがふかふかのベッドなんですよね。超気持ちいいんですよ。お布団に入ったらすぐにもうぐっすり寝ちゃうぐらいふかふかで気持ちいいですはい、では次夜景いきます。はい、じゃじゃん、見えますか、夜景です。下はこんな感じでですね、イルミネーションがすごいパラダイスシティの、イルミネーションになってます。で、あっちの奥、見えますかね、こっち、あっちが空港になってます。非常に近いです。空港から無料送迎シャトルバスも出てるので、で、2、3分で着いちゃうぐらい、めちゃくちゃ近いです。はい、こんな感じで。はい、いかがでしょうか。そうですね、でも、周りには何もないです、はい、全体を見せるとこんな感じですね。こんな感じでテーブルがあったり、で
きいテレビがあったりだとか、でこう見ると、はい、こんな感じで超綺麗ですよね。はい、ベッドにこんな感じで、はい、いかがですか。皆さん、パラダイスシティいかがでしたか。はい、パラダイスシティに来るのが3回目になります。ですがまだまだ回りきれていない場所がたくさんあります。そうなんですよね。ショッピングモールにもまだ行けてないですし、この周辺にショッピングモールがあるわけではなくて、インチョン空港から、モノレールかなを使って、パラダイスシティ駅というものというところに、降りると、まだまだ施設があるんですよね。そこにもまだ行けていなくて、プールにもまだ行っていません。で、まあまた後日、このパラダイスシティには来たいって思っているので、その時にまたプールとか違う場所も皆さんにご紹介できたらなと思います。本当にリラックスできるし、子供から大人まで、ね、楽しめるすごい素晴らしいホテルですよね。で、しかもこんな感じで7万ウォンクーポン券っていうのがありまして、こちらは何かと言いますと、初回限定なんですが、カジノ会員に入会すると、まあカジノ会員は無料で入会できるんですけども、で、そのカジノ会員に、入会するだけでこの7万ウォンクーポン券がもらえるんですよ。そう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 、いいですよね。今はゆうはこのお部屋でくつろぎ中です。いろいろさっきの VR 体験だとか、あとさっきちょっとプレイステーションゾーンでゲームに熱中しすぎてちょっと疲れまして、今お部屋に来てくつろぎ中です。これからディナーに向かいたいとは思うんですが、あと1日あるので満喫したいと思います。では次はディナーでお会いしましょう。バイバイ。